ウラレポ音声レポートウララジです。ウラレツは今週末土曜日に2021シーズンホーム最終戦となる清水エスパルス戦を控えています。今日も河合貴子さんに聞いていきたいと思います。高根、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早いものでもシーズンも、まあ、リーグ戦は残り2試合ということで、まあ、その中で、まあ、この時期ならではというか、さまざまな選手とかスタッフの対談の話題も今週はいろいろありましたね。はい、いやレンタルで出してる選手たちといいね、まあ、ちょっと心が痛い浜野コーチとか、はいはい、工藤コーチとかどれだけお世話になってきたかと思うと、あとトーマス・デン選手の対談とか、びっくりしましたね。もうなんか、考えるとまあこの時期仕方ないのかなっていうのと、はい、クラブが先にね、あの未来を見据えてるっていうところでも、まあこういう決断を下したのかなっていう。そうですね、まあ3年計画を掲げてる中で、来年は3年目でリーグ優勝っていうね、あのクラブとしての大きな目標があるので、そういう中での変革の一つなのかなっていうところですかね。そうですね、まあいろんな思いありますけれども、まあね、はい。そして今週の火曜日にはメディア公開のトレーニングがまたありましたけども、まあ、この練習で柴戸選手は完全合流してきたと。はい、完全合流でちょっとテーピング、痛々しい感じがちょっと写真に載ってたと思うんですけれども、まあ、動きは悪くなかったです。あ、柴戸選手らしい動きをしてるなっていうところで、まあ、予防のためのテーピングなのかなと思ったり、まあ完治ではないけれども、まあ、まあできるっていう感じなのかなとかって思いながらも、まあちょっと次は、まあ、ベンチ入りぐらいでスタメンじゃなくってなんてね、なんかそんな風にいろんなことを思いながら柴田選手の動きを見てましたら、まあ、完全合流はしています、まあ、マリノス戦でね、ボランチでいうと伊藤敦樹選手がね、良かったですしね。良かったですよ、あの逆三角形のトライアングルからの、ね、インターセプトの仕方といい、守備の部分でもすごい良かったと思いますよ、なので、まあ、伊藤選手を継続して使うのか、まあ、その辺はちょっと状況によりきりなのかもしれないですね。あとユンカー選手と秋元選手は部分合流だと、まあ、少しずつ良くなってきてるなっていう印象と、スパイクを履いて練習してるなっていう印象と、アップだけの参加でしたけれども、まあ今週の頭でそういう状況なので、まあ、天皇杯に間に合ってくれればっていうところと、あと試合間の問題とかも出てくると思うので、最終戦の名古屋戦あたりで、まあ、ベンチに入れて残り10分とか、こうちょっとジョーカー的な役割を、そのぐらいまでいけるんじゃないかななんてちょっと期待しながら、あ、でも戦術練習とかには入ってなかったので、どうかななんて思いながらも、なるほど、でも、まあ、順調に回復をしてる、ということは、皆さん方にお伝えしたいと思います、その他の選手はどんな状況ですかね。宇賀神選手がですね、別メニューだったんですよね。まあ大事を取って、コンディション調整に回ったかなっていうふうには思ったりしてますけれども、どうかな、ホーム最後だからね、宇賀神選手の姿も見たいし、阿部選手の姿もね、見たいし、牧野選手の最後の姿もちょっとしっかり焼き付けときたいし、って思う気持ちもありまして、いやでもね、リーグ4位っていうのも狙ってますから、まあ、そこはどういうふうにね、プロの世界ですからね。そうですね、これも戦術的に起用するってところが優先されるでしょうからね、もちろんね。もちろんそうですよ、もちろんそうですよ、でもな、阿部選手引退だからせめてベンチにとかね、いやでもなって今日の定例、記者会見でも、リカルド監督にそんな質問が出ましたけれども、リカルド監督は、まあ、
ニヤッと笑ったっていうぐらいで、はい、安倍選手がベンチ入りするかどうかは、はいはい、おっしゃいませんでした。なるほど、ま、そこはね、はい、そこはもうなんか察してくれみたいな感じでした。まあその今週の土曜日に清水エスパルスとの対戦がありますけども、まあそういう意味でね、本当いろんな話題があるので、試合に集中しづらくなることはやっぱ避けないといけないようなね状況で、まあチームとしては最高順位の4位を目指すってところですもんね。そうですよ。うん、ACL の出場権も、はい、まあ天皇杯の保険です。あくまでも保険です。はいはい、天皇杯の保険としてね、うん、かかる保険があれば。はい。そんな力まずに、うんね、あとこうガチガチに緊張したりとかする選手はいないとは思いますけれども、はいはい、でもまあ、ね、気持ち的に余裕があるっていう部分での4位の保険と、うんはい、あとやっぱり賞金っていう部分でも、はいね、一つでもいいよね、4位はやっぱり狙いたいし、うんはいまあ、名古屋と鹿島の結果次第ですけれども、はい、リカルド監督は、はい、名古屋が勝たなかった、鹿島が勝たなかったっていう状況で、うん、浦和が、ね、ちゃんと勝ってないと意味がないみたいなことをおっしゃってましたので、はいはいはい、最終戦の名古屋にわずかな望みをかけて、うん、っていう部分もあります、はいまあ、これ説明をちゃんとすると ACL 出場権の獲得は天皇杯に優勝するともう、ね、その優勝のチームとして出場するっていうのが一つと、はいあとはあれですね、川崎がリーグ優勝しているので天皇杯の2冠になった時は4位のチームもプレーオフの可能性が出てくるってところですよね。そういうことになります、はいうん、でももう気持ち的にはプレーオフってめちゃくちゃ早く始動しなきゃいけないん で、 そうですよね、うん、でちょっと今怪我人が多い状況が出てきちゃってるので、はいはいはい、しっかりとなんか選手を休ませてあげたいっていう思いもあると、うん、やっぱり天皇杯で ACL 出場権ストレートインする方がベストに決まってるじゃないですか。そうですね、間違いですね、うんだからそこはもう一番なんですけれども、うん、でもリーグ4位っていう保険と、はい、あと賞金、うん、そこですよ、はい、もうそこです、はい、少しでもね。ただ清水なんですよ相手が清水ね、清水残留争い中ですからね。そうなんですよ、しかもね、うん、降格圏の徳島と勝ち点3ポイント差でしょう、はいね、で徳島って考えるとリカルド監督をですね、うん、こちらに引き抜いた恩がありますのでリカルド監督もなんかそんなような話をされてたそうですね。え、間接的にっていうような感じで徳島を後押ししたいと来年もね、うん、J1 で一緒に戦えたら嬉しいっていうようなことをおっしゃってました。できればねもう援護射撃してあげたいなっていう、うんはい、もうリカルド監督をこちらにいただいたので浦和を愛する人たちはそのぐらいの思いで、はい、っていう部分もありますし、うん、ただ清水もですね生き残りかけた戦いで、うん、まあすんごい集中力持ってきますでしょ。監督もね更迭しましたからね。そうですよ、まあ、ちょっと、まあ、成績的にはそうなのかなと思いますけど、まあ、びっくりしたといえばびっくりしたようなね、うん、だからねどう出てくるかなっていうふうに考えた時に、うん、いやもうとにかく前から前からプレスかけて浦和が嫌がることしてやるぜ、うん、絶対に勝つんだって言ってアグレッシブに出てきて、うんうんで逆に浦和にスペースをうまく使われちゃうのか、はいうん、いや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 ここは慎重に、うん、もう一つ浦和が嫌がることって言ったらゴール前を固めて、うんはいはいはい、もう崩せない崩せない、うん、ポゼッション率はめちゃくちゃ浦和の方が高いけれども、うん、崩せない崩せない攻め疲れしちゃう浦和に対してカウンターを狙っていくのかっていう、うんうん、どっちで来るかっていう部分 で、ね、リカルド監督は、まあはい、公開になった練習とかを見てると、うんまあ、一つは守備的にやってくるんじゃないかという狙いを持って、はいうん、相手陣内に押し込んだ時にじゃあどういう風に崩していきますかっていう練習を、うんはいはいまあ、攻撃の部分では目的を置いてやってまして、はいうん
結構これサイドバック、はい、まあ、左サイドバック山中選手が外に張ってたら、うん、右のサイドのエリアバイタルエリアでは、はい、あのサイドハーフが外に張ってるみたいな感じで、はい、うん、逆サイドにボールがある時はサイドハーフが中に、ね、うん、ポジショニングを取るっていう、はい、まあ、組み合わせとかそういう役割分担とかいろいろこう、うん、変えながら、あの練習レポートでもその辺書かせていただいたんですけれども、そこの部分でもすごい面白かったですもん、うん、アーリークロス入れたり、ね、はいはい、普通に、ね、バイタルからクロス入れたり、うん、アーリークロスはもう本当に早めですよね、うん、であとはワンツーで抜けてマイナスのクロスでとか、うん、でそうすると中、ね、外をケアするから今度中が空いてくる、うん、中が空いてくれば、ね、前線に当てて落としてミドルシュートとかね、うん、あとワンツーでとかスルーパス狙ってディフェンスの裏とかっていうような、はいはい、本当に多様性を見せた攻撃、うん、があった一方で、はい、守備の部分でも、はい、あのどうやって下がるかっていう、ね、はい、相手陣内でのリスク あの矢印で見せたと思うんですけど、うん、はいはい、平野選手がえ左サイドバックのスペース埋めてるって、うん、はいはい、これリスク管理だなって本当に思いましたもん、前がかりに行って山中選手の裏を突かれた、はいはい、ね、相手がカウンター狙いでそこの裏を、うん、ついた時にじゃあどうやってリスクするって言った時に、はいはい、平野選手が下がります、はい、下がってそこを埋めます、うん、じゃあ平野選手が開けたところをじゃあ誰が埋めていくっていうような矢印だったと思うんですよ、うん、はい、例えばの話ですけれどもね、はいはい、うん、でリカルド監督にその守備の部分を今日ちょっとお伺いしたら、はい、失ったらプレスをまずはかける、うん、特にボールに近い選手が5メートル出て強度の高いディフェンス、はいはい、それをやらないと60メートル下がんなきゃいけない、うん、どっちが楽かって考えたら5メートル激しくいった方が心肺機能の部分でもフィジカルの部分でも、はい、うん、まあね、60メートル後追いするよりはもう全然そっちの方がいいと思いますしね、うん、奪い返せば相手のバランスが整いきる前に攻撃を仕掛けることができる、うん、はい、ゲーゲンプレッシングの形をつける作ることができるっていう、はい、もう引いた相手に対して有効だよっていう、うん、まあそうなんですよね、うん、このゲーゲンプレッシングっていうのは、はい、ただその奪われた時にマンツーマンでつく形では浦和はないので、はい、まあ、ファーストディフェンスで、うん、まずちょっと相手のプレスをあの攻撃を遅らせて、はい、セカンドで奪うっていうような、うん、もうアグレッシブなもうハイプレス型と、はいはいはい、あとまずファーストディフェンスで奪えなかった場合っていうか、うん、セカンドディフェンスがちょっと距離が空いてていけなかったっていう時は、はい、もうそこでコースを限定する、でそこのコースを限定してシンクロしてっていう、だから平野選手が下がってとか、うん、そのスペース埋めてっていうポジショニングで奪っていくっていうやり方ですよね、はい、それの判断っていうところもちょっとポイントになってくるかなっていうふうには思います、うん、で相手陣内でそれって相手がパスを引っ掛けてくれてね、はいはい、奪ってショートカウンターっていうのも一つの策かなっていうふうに思いました、うん、清水はあれですよね、どうしても勝たないといけないというよりは勝ち点1でも欲しい状況なの で、どっちかというと引いてくる可能性の方が高いかもしれないですよね、うん、でホームで次清水はセレッソ大阪と戦うので、はいはい、だからもうとにかく貴重な勝ち点1を、うん、ね、できれば3っていうような感じでワンチャンス狙ってくる可能性が高いかなって、 で、ね、うん、でも逆に浦和がそう読んでるだろうからっていうそうですね、そこの読み合いになってくると思いますけど、ね、読み合いですよ、うん、本当に、まあそこの両方の準備はしてるってことですね、だと思いますね、うん、あ、うん、リカルド監督ですから ね、そこはどういう形になろう、でもね、力的に考えれば浦和が、うん、ね、ボールをポゼッションしていく、うん、まあ、マリノス戦とは全く逆のパターンになると思うんですよね、うん、そうですね、だからそういう形の中で、うん、一番気をつけなきゃいけないのは、うん、清水のデータ的に見ると、うん、得点の多い時間帯が立ち上がりの前半0分から15分なんですよ、お、立ち上がりに多いですね、うん、うん、だから立ち上がりに、うん、こうね、うん、浦和が前がかりに行きますよっ
って、はいはい、行った瞬間の裏をついてね、うん、カウンターでね、カツンとカウンターで来るっていうようなのは、うん、もうほんと気をつけないといけない、うん、で立ち上がりしのいで気をつけて入って、はい、うん、で清水の失点の多い時間帯っていうのは、これがですね、うん、浦和の得点の多い時間帯と同じなんですよ。後半の30分から45分、うん、終盤の時間帯ですね。そうです、清水はここで失点してるんですよ、うん、で浦和はここで得点してるんですよ、うん、だからここでマッチしてるから立ち上がりさえ気をつければっていう、うん、いや失点したらね、うん、立ち上がりに、うん、ほんときついよ、引いてくるでしょうねものすごくね、もう、うん、もう こじ開けるの本当に大変になりますから、うんうん、そこだけ気をつけていけば、うん、うまくゲームコントロールができるんじゃないかなと思います、うん、でもだってマリノス戦であれだけボール相手に支配されながら、はい、ゲームコントロールをしてたのは浦和ですからね、うん、ある意味そういうことですよね。そうですよ、うん、そのぐらい賢く戦えるように浦和はなってきてるんで、うん、だから清水戦も賢くゲームコントロールして、うん、なおかつこれを試合はボールポゼッション絶対浦和がするっていう、うん、はい、で過去の対戦成績を見ますとね、はい、30勝9分け30敗で五分なんですよ。そうなんだ、五分なんですね、もうやっぱね浦和に、ね、もうずっと取材をしていると、うん、浦和愛する人たちの、うん、清水に対するねやっぱサッカー王国のねライバル対決というね、清水には負けたくないって思いが別にありますからね、ありますから、そういう部分もありますんで、うん、もうここは勝率をちょっとカツンと行くこと、はい、それから4位を狙うこと、うん、ね、うん、で最後こう退団していく選手、そして引退していく阿部選手、はい、コーチスタッフのこととかいろんな思い、あと、うん、徳島の援護射撃っていういろんな要素があります、思いありますけれども、はい、もうとにかく勝つことだけに集中、うん、そうですね、それに尽きると思います、うん、そして試合後にその阿部勇樹選手の引退セレモニーと牧野選手が陣選手の対談セレモニーがあると、はい、うん、まあ、すっきり勝った後にこのねセレモニーができるのが一番いいですね。いやもう本当そうですよ、花道作ってあげたいし、うん、でも本当の花道は天皇杯優勝ですから、そうですね、でそこに向けての何か見えてくればいいなっていう思いもあります、うんうん、はい、高根への質問などございましたら、ウラレポ記事内の投稿フォームかコメント欄にて受け付けております。この音声レポートでは、ウラレツの日々のレポートをお送りしていますので、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。本日も高根、ありがとうございました。いつもウララジをお聞きいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのね、コメント欄とかそういうのも全部、正直言って、チェックしてます、はい、ああこういう考え方があったかとか、うん、あここの部分が足りなかったなとか、うん、あこういうこと皆さんが聞きたいのかなとかっていうようなのも、はい、しっかりチェックさせて励みに生かしておりますので、はい、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします、はい、さあしっかりと勝ちましょう勝ちましょう